西暦2018年、ついこの間21世紀になったばかりの普通の時代。昔と一番大きく変わったのは、世界中の経済を動かしているのが WAD ってすっごく大きな会社だってことかな。私はアテナ、朝宮アテナ16歳。そんな時代に普通に生まれ育って、普通に生活している普通の女の子。そのはずだった。アテナフェイズ1、覚醒の時。またもうリカ、これで何度目だと思ってんの。今日は絶対遅れないって言ってなかった？ごめんね、アテナ。すぐ追いつくから、ほんとごめん。それじゃ後でね。リカってば。予想はしてたけど。本日はリノアクアリウムにようこそ。当館は水深180メートルの人工湖前面に新しく建設された古代絶滅種水族館です。本遊覧エレベーターはおよそ15分で湖底120メートルの本館に到着します。それまでバイオテクノロジーによって現代によみがえった驚異の古代生命の世界をどうぞごゆっくりお楽しみください。古代生命だってよ、すげえよな。 WAD ってどんなものだって蘇らしちまうんだから。本当？なんかワクワクしちゃうね。なんだかな、もうリカってはいつもあんなんだから。この前渋谷に行った時だってハチ公前で1時間近く待たされてさ。あーもう腹立つ。お姉ちゃん？あ？どうしたの？気分でも悪いの？あ、なんでもないの。あ、君一人？うん、お姉ちゃんが後で来てくれるんだ。ふん、じゃあ私と同じだ。私も友達が後でね。あ、この声。アテナ。誰？誰もいない。またあの声。うん、声だけじゃない。この頃ずっと誰かが私を見てる、そんな気がする。何なの？何か起こってるの？私の周りで。そうだ、昨日だってなくした？ディノアクアリウムのチケットを？分かんなくなっちゃったのよ。どっかで落としちゃったのかな。ごめん、ごめんね、アテナ。どうしよう。いいよ、もう探そうってわけして。学校のどこかにあるんでしょ。私も一緒に探してあげるから。でな、そうよね、探そう探そう。そして私はリカと別々に学校中を探すことにしたんだけど。ワイはアテナのナイトやさかいな。え、決まっとる。決まりすぎとるわ。あれって確か留学生の C 件数か。何やってんだろう。さあやれ、マッチに決まったところでいよいよ告白や。え、見てみ、3日未満寝ずに考えたこのセリフ、このポーズ。アサミやアテナもこれで1くらいで。え、私？うん。まさかその声は。なんで本人がここにおるんだ。赤身。あー、恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしいだな。あー、ね、ちょっと行っちゃった。なんなのあの人。それから私は自分の教室に帰って探してみることにした。理科のことだから机の中にでも置き忘れたんだろうってそう思ったからだ。でも
何よこれ。もうリカったらどうしたらこんなに散らかせるの。あー机の中めちゃめちゃ。リカの机に触った時、頭の中に浮かんできた。リカが私と話しながら自分のロッカーに荒っぽくチケットを放り込んだその瞬間が思い出したんじゃない、はっきりと見えた。な、何今の。リカのロッカー、あそこに。覚醒した。朝にアテナが覚醒した。覚醒、誰よ、誰なの。アサミヤ、三宮先生。何をやっている、もうとっくに下校時間だぞ。いや、その、ちょっと忘れ物。そう、あの教室に忘れ物しちゃって。忘れ物。はい。だったら早く用事を済ませて帰るように。いいな。はい。苦手なのよね、あの先生。でもさっきの声、三宮先生。まさかね。あるわけないよ、ロッカーになんて。私さっき確かめたもん。いいから開けてみてよ。リカ、なーにこれ。あら、ディノアクアリウムのチケットかな。あってな、ナイス。ナイスじゃないわよ、まったくリカってば。いっつもこうなんだから。でもさ、すごいね、アテナ。なんでここにあるってわかったの。もしかして超能力とかそんなんだったりして。何言ってんの、勘よ勘。リカのやることなんてお見通しなんだから。そう、その時は本当にただの勘だって思ってたけど。帰ろうとした時、図書委員の子が2階から間違って本を落としてしまった。私の頭の上に。でも本は当たらなかった。怖くて伏せてた顔を上げた時、私の周りにはバラバラになった本が散らばってた。一体何だったんだろう、あの本。どうして。あー、すごいや、本当の恐竜だ。大きい。あれってなんて恐竜なの。プレシオサウルス、白亜紀の首長竜だよ。あー、詳しいんだね。プレシオサウルスか。でも、どうしたんだろう。なんだか気分が悪いそうだな。え、どうしたの、お姉ちゃん。何これ、頭の中に。それは耳から聞こえる声じゃなかった。そこにいた人たちみんなが喋ってないはずの声が私の頭の中に直接響いてきた。何なの、何なのよこれ。それは人の考えていること、本心で。あなた、こんにちは。アテナ、誰なの、どこにいるの。それより、君はダンスはお好きかな。あれ、エレベーターが止まった。なんで。恐竜ってのは誰よ、誰なの。私たちをどうするつもりよ。私たち。君だけだ、用があるのは君だけだよ。さあ、アテナ、ショータイムだ。フェイド2再開。
ここ私エレベーターの中にいたのに。中性大展示フロア、ここアクアリウムの中だ。そんな、どうして、どうして私こんなところに。そうだ、あの男の子いない。あの子も、あの二人も、私一人。そんな、みんなどこに行ったの。あれは水浸しになった床の上で何か光ってた。拾ってみると、それは小さなペンダントだった。これまさか。リーカ、お誕生日おめでとう。プレゼント何がいいかと思ったんだけど、ちょっと古臭かったかな、ペンダントなんて。ううん、そんなことないって。ありがとう、アテナ。ずっと大切にするからね、これ。間違いない、私がリカにあげたペンダントだ。来てたんだ、アクアリウムに。ここにいたんだ、リカ。リカ、避難の誘導しろ。女性子供と怪我人を最優先させるんだ。内部中隊長、女性大フロアの避難ほぼ完了しました。六郎、手の空いた部隊は他の階の応援に向かえ。了解。皆さん慌てないで、全員立ち止まらないで進んで。すみません、どうしてください。すみません。君何やってるんだ、早くここから避難するんだ。潮崎リカって女の子いませんでしたか。ショートカットで私と同じぐらいの背の高さの。ショートカット、いや見なかったな。それに今は一人一人の身元なんて確認してる余裕はないんだ。一体何が起こったんですか。暴れ始めたんだよ、恐竜が。アクアリウム。ああ、突然だよ。何匹もガラスを破って出てきて、館内のあちこちを荒らし回ってるんだ。さあここも危ない、君も早く避難しないと。リカ、おい、どこに行くんだ君。リカが、私の友達がいるんです。バカな、やめろ。おい君、何をやってる。あの子な。なんだあの子、どこかで見たことが。リカ、どこにいるのよ。あ、いけない、ペンダント。リカ、風景が。エレベーターホール、職員用の。中に人がいる。誰？どうなってんのよ。どうしてエレベーターのドアが開かないの。おまけに恐竜は出てくるし、建物のあちこちは揺れてるし。あんた職員さんなんでしょ、どうにかできないの。そんなこと言ったって、乗せてくれって言ったのはあなたですよ。うるさーい。もうアテナが待ってるっていうのに。この壁の向こう、そこにいるの、リカ。誰か、誰かいないの。ちょっと誰か。どうやら予備電源も入っていないようですね。中から開けるのは無理ですよ。冷静に言ってんじゃないわよ。どうしたらいいのよ。リカ、リカ、ついに幻聴まで聞こえてきちゃった。リカ、え、もしかして本物。よかった、やっと見つけた。本物だ、アテナ。すぐに出してあげるからね。
そこにいるんでしょ。誰なの？人か。頼むわ、助けてな。その声、まさかケンスー君？よかった、アテナ。どうしてここに？いや、それがやな、街でばったり柏崎に会うてやな、アテナがこのディノなんとかに来るっちゅうのを聞いて、ほんなら先に来て待ち伏せしといたろう思て。待ち伏せって、呆れた？呆れたって、そんなに言わんでも、わいは本気で守ってやりたかっただけなんや、アテナのこと。ありがとう、ケンスー君。でも、ごめん。私、行かなくちゃならないの。え？行くって、この先か？あかんあかんって。ええか？この先にはな、ごっつでこーって怖い恐竜がうようよってやな。うろうろしてるとパックに食われてまうやど。実際、ワイも食われかけて。時間がないのよ。まあ、待ちいや。ワイも行くで。ここで出ようたからにはワイがずっと守ったる。ワイはアテナのナイトなんや。ただクイス君、その足怪我してるじゃない。がな、なにこんなん、へでもあらへと。おっ、あー、ダメよ、動いちゃう。おい、そこに誰かいるのか。ここです、怪我人がいるんです。早く。わかった、すぐ行く。待ってろ。よかった。それじゃね、クイス君。ないや。あった、これね、職員専用フロアの鍵。待ってて、リカ、もうすぐ。ご苦労様だね。この声、アテナ。誰よ、どこにいるの。出てきなさいよ。ここだよ、ここにいるよ。ピエロ、あなたなの？あなたがこんなこと。そうさ、どうだい、楽しんでくれてるかい？なんでよ、どうしてこんなひどいことするの？あなた一体ひどい。何を言ってるんだ、こんな楽しいことはないぜ。それにな、ゲームはまだ途中なんだ。君も楽しまなきゃ損だよ。消えた。何なの？一体何なのよ。職員専用フロア、この先ね。あの子。ねえ、君、エレベーターに乗ってた子だよね。お姉ちゃん。接触したやつだ。どうする？了解した。構わずやらせてもらうよ。さて、そろそろ前座は終わりだ。踊ってもらうよ、アテナ。フェーズ3、疑惑。カイドウ中隊長殿、中世代フロア、ほぼ避難完了しました。あ、ご苦労だった。ですが、一人だけフロアの奥に行ったまま。あの子か。おい、ここの指揮を頼む。そんな、中隊長殿。始まった。お前たちは全員、一刻も早くここから退避。いいな。待ってください、中隊長殿。自分も行きます。一人で十分だ、先戻る。中隊長殿。よかった、無事だったんだね、君。姉ちゃん。でも、どうしてここにいるの？
ここって職員専用のフロアで普通の人は。まあいっか、ねえ行こう。ここにいたら恐竜に。こいつ、これ首長竜だよ。子供の首長竜、もう死んじゃうんだ。ここの生き物はみんな人間が作ったものなんだ。だから水槽の外に出たらすぐに死んじゃう。そんな、自分の力じゃ生きていけないんだ。あ、死んじゃった。かわいそう。人間の都合でしか生きられないなんて。何のために生まれてきたのかな、こいつ。ね、行こう。お姉ちゃんが一緒だから。うん。ねえ、私はアサミアテナ。君の名前は？栗原マサト。そっか、マサトくんね。何この音。ヒビが入ってるんだよ、アクアリウムに。ヒビ？水の重さに耐えられないんだ。もうすぐ建物中に水が入ってくる。そんな。大丈夫だよ、お姉ちゃん。この先に行けば助かるよ。この先？この先って何がいい？わかった、急ごう。一緒に行ってあげられなくて。お姉ちゃん。何？超能力って知ってる？超能力？そう、普通の人にはない特殊な力。もしもそんな力を持っていたとしたら、お姉ちゃんそれをどう使う？どう使うって、そんな。また会おうね、お姉ちゃん。マサト君、もしかして超能力とかそんなんだったりして。まさかね。それより急がなきゃ。よかった、ここの動力は生きてる。モニターもある。これで館内の様子がわかるわ。エレベーターホールは、フロアに水が流れ込んだ。どこ？イカたちは？イカ！誰か誰か！ちょっとあんた、なんとかしてよ。このままじゃ。そんな、いいですよ。あーもう、ほんと。イカ！聞こえる？イカ！待てな。待ってて。すぐ助けてあげるから。早く。どこ？あった！これで予備電源。
私も早く。ハイデンバーグ。お疲れ様、アテナ。なんてことするの？あなた一体。何？始めようぜ、メインイベントをな。何？このサイコボールは君へのご褒美。心ゆくまで味わってくれよ。フェーズ4、夢の終わり、悪夢の始まり。私生きてる、私生きてる。でも何これ、私の周りに光が。サイコシールド。サイコシールド、シールドってどうして。面白くなってきたじゃないか。さあ、続きだ。いやあ。今度はショックウェーブか。今、私、何したの？私の周り、めちゃめちゃ。大国の不要大変を受けるから、水圧をさせて。ちょっと力を加えすぎたみたいだね。あともう少しでここは潰れるよ。残念だけど逃げる時間はないね、君のお友達。あなたがやってるのね。そうとも、何しろここは深い深い湖の底だからね。外から少し力を加えてやるだけで潰れる時間なんてあっという間に縮められるのさ。そんな、やめて。遅いんだよ。もっとも助かる方法がないわけじゃないけどな。方法？簡単だよ。聞いただろ。アクアリウムの水を抜いてやればいいだけのことさ。そのための設備は全部ここにある。だったら早く水を抜いて。もちろん、ただし俺を倒せたらな。避けてんじゃない、戦うんだよ。そんな戦うなんて、私そんな力。中隊長殿、カイカー中隊長殿。何が起こってる、この振動は。この建物の外部から水圧とは別の異常高圧力がかかっています。外部から。それからこのフロア、能力室付近で強いエネルギー反応が確認され。どうした？サイコエネルギーです。確かか。間違いありません。中隊長殿、破壊が急速進行しています。危険です、戻ってください。俺は動力室に行く、お前たちは先に退避していろ。いいな。サイコエネルギー、アストロイオスか。あの子やはり。てるばかりじゃ面白くないよ。助かりたいんだろ。だったら早く俺を倒してみなよ。どうした、倒してみろよ。なんだなんだ、少しはやるかと思ってたけど全然じゃないか。タンタロスもとんだ見込み違いをするもんだね。タンタロス、仕方ない。だったら湖の底で眠るんだね、君の大切な友達と一緒に。友達。アテナ、リカ、アテナ助けて。アテナ、そうだ、こんなことで。
めない、絶対諦めないから。何、入ってくる、これ何。お姉ちゃん、超能力って知ってる？超能力、普通の人にはない特殊な力。力、そんな。もしそんな力を持っていたとしたら、お姉ちゃんはそれをどう使う？私は死なせない、うん、やる気になってみたいだな。死なせないんだから。無駄ないよ。残念だけど、君のショックウェーブなんかじゃ俺には。この、なんだこのパワー、どっから。絶対助けるんだから。喧嘩銃だ。パネルの脇にそれをつけてやる。誰？こっちからは炎でいけない。早くしろ。はい。これ、床に何か出ました。パージターゲットだ。そいつを撃て、早く。はい。お願い、神様、助けて、リカを助けて。排水設備完了しました。緊急排水を開始。カイドウだ。能力室からの緊急排水措置完了。危機は回避した。やった、よかった、よかった。アテナ！あ、リカ、どうした、何をしてる君。見える、リカがどこにいるの。そこ、どこかのフロア。何？リカの後ろ、何かいる。恐竜！逃げて、リカ！アテナ！リカ！消えた。何が起きたのか分からなかった。でも気がついた時、私はリカのいたフロアにいて、目の前の床も壁も全てが血で染まってた。アサニア・アテナ、タンタロスの次の生体ユニット候補だ。確かお前のところの生徒だったな、サムン。ああ、ずっと監視してきたが初めてだ。あれほどの力を発揮したのに。新人類か。古代人類に最も近い遺伝子を持つ化け物だな。これからもっと覚醒するだろう。おそらく我々の手に余るほど。関係ない、俺は命令に従うだけだ。
たとえ朝宮アテナがどんなものであろうとも、持てる力のすべてを使ってな。辛いだろうな。彼女はもう元の生活には戻れ。同情か、今さ。これは最初から予定されていたことだ。運命だよ。運命か。変わろうとしてる。私も、私の周りも、すべて。超能力って何？タンタロスって。私、知らない。何も知らないのに。私、どうなっちゃうの？これから一体、何が待ってるの？フェーズ2、柏崎理科の場合。西暦2018年3月3日土曜日、アテナとディノアクアリウムで待ち合わせの約束をしてた日。その日私はとんでもない事件に巻き込まれちゃうんだけど、この時はまだそんなこと思いもよらなかった。アイスクリーム、何やそれ。ディノアクアリウム知らないの？最新の古代生物水族館、恐竜なんかがいっぱいいて、もうすごいって評判なのよ。恐竜？あー、わいそういうのあかんわ。でっかいの苦手やね。何よ、だいたいね、あの可愛さがって。あー、そうだ、こんなとこで話してる暇なんてなかったんだ。もうあんたのおかげで飛んだ時間のロスだわ。こうしちゃいられない。待ってて、アテナ。アテナ、アテナ、アテナも言っとるんかなあ、柏崎。ああ、こっちこっち。やっと着いたのはいいんだけど、本館まで遊覧エレベーターで15分。遅い。のんびり恐竜見てる暇なんてないんだから。そうだ、あった、職員用エレベーター。すいません、本館までこれに乗せてってほしいんですけど。ダメですよ。あのね、このエレベーターは職員用なんですよ。わかってるって。ねえ、お願い、
この下で私の友達が待ってるのよ。早く行かなきゃなんないの。だからね、この通り。そんな、困りますよ。固いこと言わないで。お願い。ダメ？ダメなの？ああ、わかった。わかりました。今回だけ特別ですよ。ありがとう。そうと決まったら、行こう行こう。ちょっと、押さないで。それじゃ、いざ本館、レッツゴー。近づいてる。あっという間に到着だわ。職員さん、ありがとう。感謝してます。本当に今回だけですよ。上がるときは遊覧エレベーターを使ってください。はいはい、分かってますって。さあ、到着到着。早いとこ行かなくちゃ。なんだか上でずいぶん大きな音がしたけど。ちょっと、ドア開かないんだけど。え、そんなはずは。あれ、本当だ、参ったな。うそー、もしかして閉じ込められちゃったの？そのようです。そのようですって、そんな。あんたね、職員さんなんでしょ？どうにかできないの？大丈夫ですよ。非常ボタンも押しましたし、すぐに他の職員が。来た！ねえ？ちょっと早く助けて！職員さん！ここってサファリパーク？水族館です。じゃあ、恐竜が外にいるのよ。みんな水槽の中にいるんじゃなかったの？見てください。今、中の機械調べますから。ない、ペンダントがない。どっかに落としたんだ。アテナには会えないし、ペンダントはなくしちゃうし。どうやら予備電源も入っていないようですね。中から開けるのは無理ですよ。冷静に言ってんじゃないわよ。どうしたらいいのよ。リカ、はあ、ダメだわ。幻聴まで聞こえるなんて。ごめんね、アテナ。もうチケットなくさないから、遅刻もしないから。リカ、もしかして本物？よかった、やっと会えた。本物だ、アテナ。こうして私は困難の末にめでたくアテナと再会することができた。でもそれはこれから始まるさらにとんでもない出来事のまだ始まりでしかなかったのよ。アテナ、私たちこれからどうなっちゃうの？フェーズ3、シーケンスの場合。え？
デッパのアイスクリーム？なんやそれ。ディノアクアリウム知らないの？最新の古代生物水族館、恐竜なんかがいっぱいいて、もうすごいって評判なのよ。で、うわー、そうだ、こんなとこで話してる時間なんてなかったんだ。もう、あんたのおかげでどんな時間のロスだわ。こうしちゃいられない。待ってて、アテナー。アテナって、アテナ？おう、アテナがいてるのか。なあ、柏崎、よっしゃ決めたで。先に行ってアテナを待ち伏せたる。おいでやな、このワイの熱い思いを今度こそアテナに伝えるんや。よっしゃ。ちゅーて超特急でやってきたもんやけど、しもたな。アテナがどこにおるんか分からへん。まあ、えっか、探しゃええこっちゃ。せや、こう通路の真ん中でアテナとばったり会うてやな。ゲッス君、どうしてここに？呼ばれたんや、神さんに。アテナを守ったってくれってな。何しろワイはアテナのナイトやさかいな。よかった、私ずっとゲッス君に会いたくて、昨日のこと謝りたくて。気にすることはないで、会いたい時はを言うてくれ。いつでもどこでも駆けつけたるからな。素敵、ゲッス君、ずっと私と一緒にいてね。何言うとる、当然やないか。ワイはアテナを永遠に守ったる。そう、それがナイトの使命なんや。ゲッス君、アテナー。なんてことになってな。おーし、やっとるやないき。早速行動開始や。楽しみやな。あてな、どこにおるんやろな。あ、なんや、騒ぎやな。せっかく来たのに、こんなんじゃアテナを探すことできんやないか。いや、ちょっと待ち。そこの君、君も早く避難するんじゃ。そや、こんな大変な時こそアテナは頼れるナイトを待っとるんやないのか。君、聞こえんのか。どんなアクシデントか知らんが、ナイトアテナの絆を裂くことなんかできへんで。その愛は障害があってこそ燃え上がるもんなんや。だから分かる。待っといてんか。アテナ、ナイトが今行くで。こらこらこら、またんか君。おいおい、知らんじゃんと言われても。それにしてもどこや、ここ分かるんやないか。同じような部屋ばっかりで。あー、もうどこやーってなー。どこにおるんやー。おー、もしかしてアテナか。アテナー、無事やったか。なんかずいぶんゴツゴツしてまんな。こんなに筋肉ついとったかの。それになんかえらいサメ肌、つかまるでトカゲ肌でんな。トカゲ肌？あの、まさかあんさん。恐竜！なんで本物の恐竜がここにおるんや！あかん！いくら剣法強うても恐竜にはあかん！あー、このままやったらほんまにパークに食われてまう！いやいや、それだけわかんねえや！ワイはまだアテナにちゃんと克服すらしてへんのに。あなんでこんなとこに階段があるんや。あった。おー、
怪我しとるやないけ。なんやこんなかすり傷。とあかん動かれへん。くぅ、わい情けない。いや、まだまだや。まだチャンスはあるで。ここにアテナがやってきたらやんな。どうしてケンスー君がここにいるの。そんなん決まっとるやろ。アテナを守るためや。ケンスー君、ほらほら泣くんやない。可愛い顔が台無しやで。だって私怖くって、ずっとケンスー君のことばかり考えてたんだもん。大変、怪我してるじゃないの。なーに、こんな毛がへっちゃらや。アテナが怪我することに比べればな。無茶しないで。ケンス君が死んじゃったら、私心配あらへん。ワイは死なへんで。死んだらアテナを守られへんようになってしまうやないか。ケンス君、お願い、もう私を絶対離さないで。ああもちろんや。なんせワイはアテナのナイトなんやからな。でそうや、なんも情けないことあれへん。ワイは命がけで恐竜と戦おうとったんや。この怪我は名誉の負傷なんや。アテナ見たってくれ、このワイの誇らしい姿を。ってまた来よった。恐竜や。誰そこにいるんでしょ。え、誰なの。人が人なんやな。頼む、助けてな。その声、まさかケンスー君。え、その聞き覚えのある風鈴のような澄んだお声は、アテナー、アテナか。あ、無事やったよな。よかった、アテナー。やっぱり、どうしてここに。え、いやそれがやな、街でばったり柏崎と会うてやな。アテナがこのデッパのアイスクリーム。デッパなの。いや俺やないねんで。いやここに来てるっちゅうのを聞いてやな。ほんなら先に来て待ち伏せしといたろうと思ってやな。待ち伏せって呆れた。あ、しもた。わいの正直もん。西暦2018年3月3日土曜日、晴れ。今日の損失、足の怪我。結局昨日に引き続き今日もかっこよく決めることができんかった。ワイが決めることができるんは一体いつの日になるんやろうか。アテナの大笑い草だ。アストライオス。いや、ずいぶん久しぶりじゃないか。なんでこんなところにいるんだ。関係ないさ、お前には。そうかね。マサトか。ずいぶんとご立派なお名前だ。けど忘れないことだな。いいかい、お前の本当の名前は。言うな。ベロープス。人間の子供を気取っていても、所詮お前は粗悪な生体コピーユニットでしかないんだよ。分かってる。僕は本当はここにいるわけじゃない。ニューロコンピュータ、タンタロスに組み込まれたただの部品だ。フェーズ4、悲しき守り人。
マサト。今から18年前、WAD 本社はシベリアで数千万年前にこの地球上に存在した古代文明の遺跡を発見した。そしてその中にあった一体の古代人のミイラ、素体も。なんてこと。この組織にはまだ生命活動がある。素晴らしいわ。数千万年前の存在しないはずの人類がこんな完全な状態で残っているなんて。女性科学者高沖清乃はその古代人の DNA をもとに初期原始生命のシミュレーションとして一つの自己成長型プログラムを作った。でも、そんな、なんでスピードで増殖しているんだ博士。これは進化しているんだわ。すごい。これはプログラムなんかじゃない、生命そのものだわ。高沖たちの予想をはるかに超えて進化、増殖を繰り返した。それはやがて WAD のコンピューターを乗っ取り、 WAD そのものを内部から支配し始めた。そう、それがタンタロス。人間を作る？バカな、本気なんですか博士。恐竜を作るのとはわけが違うんですよ。そうよ。だから何？この DNA は今までの人間の範疇をはるかに超えている。この情報さえあれば作り出すことができるのよ。古代人が持っていた計り知れない能力を受け継いだ新しい人間が。博士。そしてタンタロスも欲しがってるのよ。その人間を元にした自分の手足をね。そして彼女はいくつもの失敗を重ねた末に2体のプロトタイプを作り上げた。だけどそれは2体とも粗悪な出来損ないだった。でもタンタロスにとっては別にそんなのどうでもよかった。彼が欲しかったのは自分の能力を高めるためのただの生体パーツだったんだから。間違っていたのかもしれない。タンタロスを生み出したこと、人間が人間以上の生命体を作り出そうとする心の、その全てが。高沖がそれに気づいた時はもう遅かった。タンタロスは彼女をカプセルで冷凍睡眠させ、誰も知らないどこかに幽閉してしまった。でも高沖は幽閉される前、出来損ないの部品の一つに二つのものを与えていたんだ。ただの部品には必要なんてないはずの自我。そしてマサト。そう、マサト、栗原マサト、あなたの名前よ。タンタロスの目的は完全な進化、そして支配のみよ。全ての生命は彼にとって不完全なゴミみたいなもの。必要がなくなれば容赦なく抹殺されるわ。そしてその日は必ずやってくる。誰かがタンタロスを止めなきゃならないの。その前に誰かが。でも出来損ないの僕にそんな力はない。止められる人間がいるとしたらただ一人。天文学的な確率で生まれた古代人類に極めて近い遺伝子を持った新人類。そしてタンタロスが真に完全な生命体になるためのパーツとして狙う存在。アテナ、君はダンスはお好きかな。あなた誰？どこにいるの？あいつはアストライオス、もう一人のプロトタイプ、タンタロスの完全な下僕、僕の敵、そして君の敵だ。さあアテナ、ショータイムだ。いけない、ここで死んじゃ。
アテナ、目覚めさせるんだ、君の力を。恐竜がエレベーターに激突する瞬間、彼女は光に包まれて消えた。そして僕も気がついた時、僕は職員専用フロアにいた。体が消えかけてる。力が尽きようとしてるのか。子供の首長竜、お前水槽から出てしまったのか。苦しいのかい。でもダメなんだ、僕には助けてやれない。ごめん、ごめんよ。ねえ君、君エレベーターに乗ってた子よね。お姉ちゃん、マサト君、この搬入室エレベーターで外に出られるわ。さあ乗って。お姉ちゃんは？私は。お姉ちゃんも一緒に行くんだよね。ごめんね、私は行けないの。私、友達を助けないといけないの。友達？どうして？自分が死ぬかもしれないのに。そうね、命と同じくらい大切だからかな。命と同じ？うん、その子リカって言うんだけど、小さい頃からずっと一緒でね、私の一番大切な友達なの。お姉ちゃん、超能力って知ってる？超能力？そう、普通の人にはない特殊な力。マサト君、それでどういうこと？もしそんな力があるとしたら、お姉ちゃんそれをどう使う？そう、君はその力を持っている。そしていずれそれを使わなきゃならない。タンタロスと戦うために、そして生き延びるために。柏崎理香、白倉麻子、シーケンス、アストライオス、矢野英二、栗原雅人、小島智子、高沖清野、生駒晴美、三宮義弘、一条和也、カイドウ勝、石浩二、隊員 A、 アスカ光一、隊員 B、 ネズミ、研究員日野本はじめ、アナウンス竹町のみ、上原美雪、そして浅宮アテナは私、池澤春菜がお送りしました。アテナおまけ、ね、三宮レポート、アテナ観察記録。レポートナンバー106375に、記録者三宮義弘、監視対象浅宮アテナ16歳、丸七人号浅宮アテナ自宅を出発、途中友人である柏崎理香宅へ立ち寄る。ちょっとリカ、
起きてよ、リーカーン。誰？ああ、アテナだ。おはよう。おやすみ。あ、もうおやすみじゃないってば。もう朝だよ。ほら、起きてったら。もうちょっと。私、低血圧なんだから少しはいたわってよ。何言ってんの？時計見て。遅刻しちゃうよ。遅刻。遅刻？うん。私、いいや。遅刻しても。アテナ、先行って。もう、リーカー。しょうがない。それ！愛しのお布団が！ほら、なんて格好してんの。女の子なんだから、もうちょっと普段の身なりに気をつけたら？いいじゃん。ここ2階だし、外からなんて誰も見てないってば。だからってね。あれ？ねえ、あれ、何？ん？どうしたの？ちょっと窓の下見てよ。誰かいるよ。どれどれ？なにあの格好。しかも道の真ん中。なんかあからさまに怪しいね、あの格好、うん、歩いてる人たちもわざと目そらしてるよ。黒いコートにサングラス、マスクに黒帽子。映画の撮影かな？なわけないでしょ。それにいくらなんでもあの格好はね。ま、いいか。どうせ誰かの悪ふざけでしょ。気にしない。おやすみ。おやす…あ、ダメ！ちょっと、お布団離しなさいよ。ほら。30分後、柏崎理香を伴い柏崎邸を出る。それじゃおばさん、行ってきます。行ってきます。まだいるよ、あれ。顔合わせちゃダメ。二名は全く気づいていないようだ。私の変装は完璧だ。先生、おはようございます。おはようございます。アテナ、待ってんか。あ、先生、おはようさん。清涼学園高等部1A担任、社会科教師。それが私の表向きの顔だ。そう、学校にさえいれば朝宮アテナの監視は容易にできる。私は教師、彼女は生徒という立場なのだが。なんかここんとこウエストきついのよね。食べ過ぎなの。女子更衣室、ね、ほら、ここは学園内で唯一私の目が届かない場所だ。そこは女性しか入れない、いわば禁断の場所。本来なら監視カメラを置けばいいところだが、それは私のプライドが許さない。なぜなら自分の目で監視することこそが私のやり方なのだから。あの四六時中泣いた男。いくらケンスー君だって、あそこまで変な格好ね。なに今の。今、右隣のロッカーが一瞬振動。ストーカーかな。ほら、今流行りの。やだそんなの。そうね、例えば三宮先生なんかいかにもって感じじゃない？そうかな。あの先生そういう雰囲気じゃないよ。お堅くてさ。甘い。ああいう普段硬そうなやつこそ一番危ないのよ。陰で何やってるか分かんないよ。柏崎理香の監視レベル一段階引き上げ、侮りがたし。私たちだけになっちゃったよ。はーい。あれ、このロッカー誰か使ったみたい。え、うそ。だってこれ開かずのロッカーでしょ。十数年使われていないっていう。だってほら、取って誰かが触ってるみたいだよ。汚れ取れてるもん。ほんとだ。ねえねえ、これ開けてみよう。そんな、何も入ってないんじゃないの。それにもし人の荷物があったりしたら悪いよ。黙ってりゃわからないって。ねっ、せーの。へーっ。Oh!
視ルームのドア、耐久力低下。非常に危険な状態。ねえ、リカ、やめとこう。いや、もう一回。こうなったら全身全霊の力をかけて。限界だ、やむを得ない。緊急危機回避装置、作動。1600、新しくできたゲームセンターに寄り道、柏崎理科のプレイをただ見ているのみ。1630、行きつけのファンシーショップでペンギンのアクセサリーを購入、その後カスタードタルト屋でタルトを1個購入、食す。なあ三宮、どうしたカイドウ。もしかして全部その格好で行ったのか。その黒コートとサングラスとマスクで。当然だ。周囲の人間には誰も気づかれなかった。三宮、今まで散々お前の世話になった手前、あまり言いたくはないが。どうした？言ってみろ。遠慮はいらん。お前、ゾウさんパンティ丸見えだぞ。パワー！